ひ YouTube の方で SKE の YouTube を見てください。見て、今日モンブランをね、いただいたのにね、持って帰ってきたらこんなんなってた。ピエン。でも絶対味は美味しい。初見です。こんにちは。美味しい。あるあるなの？私そんなケーキとかも食べないからさ、いただかないとね。わかんない。おいしい。栗が入ってるね。なにこれ、ひなあられ。今から平均見ます。え、もう始まる？8時からかと思ってた。うんうん。あとこれももらった。めっちゃ美味しそう。クロワッサンたい焼き。みんな知らない？セクシーお姉さんの話。爆誕。ご視聴くれてるのありがとう。そうなの？19時からなの？8時かと思って8時までやろうって思ってたんだけど、まあいっか。今日はピザも食べたの。差し入れの。美味しすぎて倒れるかと思った。今日は大事な撮影が終わったので、もう私は無敵、何でも食べれちゃう。って思ってバターアイスを買おうとしたんだけど売り切れてた。マルゲリータじゃない、何のピザだろう。4種類入ってるのがいっぱいあった。昇格1周年。今もうすぐブログが上がるはず。初見です。私この名前の人知ってるんだけど、これ本物？本物ですか？今初見ですって書いてる方、本物ですか？先日大富豪で遭遇いたしました。お、大富豪めっちゃやってるので会いましょう。昨日はね、ナヤンがショールームでせーので会ったから、それに全部合わせてやった。でも会えなかった、ナヤンと。
ね、この人本物ですか？え、この人知ってるんだけど本物？有名人、有名だよね。見て、今日みかん買った。の季節終わりなの？悲しい。多分偽物です。え、偽物？悲しい。偽物なんていいんだ、すごっ。知ってるんだけどその人、私昔ラジオ超聞いてたからさ、ラジオでなんかめっちゃ読まれてたの。何？なんか来たくない？何これ、ひな人形？ひな人形ありがとう。私ショールームでやろうと思ってたことがあってね、なんか100の質問みたいなやつ、いつかやろうと思ってる。こんばんは。いや、質問募集しないよ。100の質問を調べてやるの。100質って知らない？みんな100質知らない？明かりをつけましょう。みんなのハートに。ボトムラインのライブ頑張ってね。ありがとう。楽しみ。セクシーお姉さん、次の目標は、ツイッターのフォロワーを1万人にすること。平均と一緒。なんだろうな、目標。いや、なんか今年中に叶えたいこととかだったらある、いっぱいあるんだけど、そのあれ年末に書いたやつ、その中から1個選ぼう。じゃあ、あ、ちっちゃいみかん。はあ、みんなセクシーは分かってないな。分かってないな。
いろいろと有言実行できてるからさ。嘘、私有言実行できてる？有言実行できてる？ティーズユニットはみんなが頑張ってくれたから達成できただけ。私の年末のブログを、年始のブログかな、今年最初のブログを振り返ってみましょう。目標何書いてるか。新年の抱負、ティーンズユニットに入る、クリア。高校卒業まで制服で撮影したい。これはね、もうすぐだね。節約する、怪我をしない。あ、怪我した、ここ昨日切った、超痛い。ニキビを治す、あ、最近まだダメ、治ってない。でもね、ニキビを治すっていうのはマジで人生最大のやつができて、それを治すっていう目標だったから、それは達成。公演にいっぱい入れたい。今年何回入れたかな。え、でも今度、さっき発表されたけど10日の公演出ます。イエイ、10日の公演出ます。多分あれ発表で人が増える、ファンの人が増える。ショールームをたくさんされても、ショールームは今年になって去年より全然いっぱいやってる気がする。ラジオにいっぱい出たい、出たいたくさん料理をする、痩せたい、矛盾。お肉を食べたい、矛盾お肉を食べたい、お肉食べたかな今年。え、一回は食べてるな。料理もしてる、めっちゃ。ファンの方と仲良しになる、仲良しはい、なった嘘嘘嘘。古畑さんとお仕事して、古畑さんとお仕事は1回だけしたね。観覧車へようこそ。やっぱ明確な目標になるのはツイッターのフォロワーかな、1万人。高校卒業までに。高校卒業までには、高校の卒業式じゃなくて卒業、3月31日まで、あと1ヶ月です。だから今見てくれてる方の中に、まだしてないアカウントが、フォローしてないアカウント持ってるよって方はぜひフォローよろしくお願いします。ほぼ使ってない方でもフォローするね。ね、して、全然して、して、
明日から痩せよう。明日から痩せようと。あ、本当だ。1、2、3、3人ぐらい増えた。やったね。やったね。みかん食べてる。かわいい英語さん。英語さんの写真勝手に持って帰ってきた。ユサクのグッズ持ってますか？持ってません。あの時まだ知らなかった SK のこと。昨日菅原さんがくれたやつをあと1個残って食べました。ありがとうございました。10日の公演のね、入れる人数が増えたのでぜひ待ってます。誰が出るんだろう。あとわからないけど楽しみ。ミナルンさんがいたのは覚えてる。最近ミナルンさんと毎回公演一緒だな。毎回じゃないよ。でも今年入ってもう3回目とかな気がする。一緒に出るの今まであんまり一緒に出れてなかったから悲しい。あ、嬉しい。でも逆申し訳ない。なんかミナルンさんすごいさ、なんか昇格した9期と出たいってずっと言ってるのにさ、私ばっかでかわいそう。アイリちゃんもいたな。で、エゴさんもいなかった。まあ、ホームページを見てください。そしたら誰が出るか分かります。めっちゃ痛い。また手切れた。君に会うとなんか違う。今日はもう起きて本当に5分とかで家を出ました。天才かと思いました。天才かと思いました。自分に感動しました。びっくりしました。本当にギリ痛いな。みかんが締めたのかな。本当にびっくりした。最短ではない。最短ではないのやばいよね。最短はもっとねあるんだよね。ちっちゃいプラン見ちゃうぜ。愛し愛み love you ちっちゃいプラン見ちゃう
It's breaking up my heart. Touch a rock in my head. Cause I don't can get you down. Touch a rock. No matter. Oh, I'm. What did you?うんつうっと前から痛い。絆創膏持ってないからな。傷パワーパッドしかない。本当は好きだったんだろう。That's a rock. I know we now or never up to me. That's a rock. You know too. It's time to take a chance. That's a rock. We are no golden opportunity. That's a rock. Make your aim. Take on show. One key. That's a rock. 英語の歌詞を覚えようと思ったけど無理でした。残念。頑張れ。That's a rock.Roll the dice, too late, it's been done by now. That's a flag, in the end, it's tied to it's your, it's only 5分の That's a flag, even if, now, even if, either way, the end danger. That's a flag, no regret, that I have made you. かっこつけてもしょうがねえじゃん。近くにいれば伝わるだろう。ハートのことは言えないこと、バーン、ドキドキ、コーララビ、嘘なんかつけない、騙せやしない、こんなに分かりやすいフラグだった。大好きだって誰だって分かるだろう。ホイオチフラグ、いや。トロフィーは名前入んない。です。もう飾ってある。大事な物置き場。大事な物置き場。もう大事な物置き場を大公開。みんなに特別に特別にみんなに大事な物置き場をね、なんと特別にみんなに大事な物置き場をね見せちゃう。なんと見せ髪の毛切って運気上がって、運気って上がったかどうやって分かんの運気ってどうやったら上がったか分かるのかな。髪の毛切ると運気上がるの。見ましたか、みんな。私の大事なもの置き場、宝物箱じゃなくてね、今ね、大事な物置き場になったの。見ましたか？本当だって公開するもんじゃないよ、大事な物置き場って。大事な物置き場なんてさ、バターアイス食べてない。今日買おうと思ったら売り切れてた。悔しいです。 SNS で見た、ありがとう、見てくれて。コメント、インスタはね、来てたやつ全部返しました。ツイッターも今返してる。でもなんかさ、やっぱ返しますって言わない方が良かったかな。返しますって言うとさ、なんかそれ目的で送る人もいるわけじゃないですか。それは悲しい。なんていうの、私はおめでとうって言ってくれた人に返信したかったから、なんかリプ返目的、完全にそうだなって思うコメントとかがあって悲しかったでも全部返すので待っててください、気長に。今日配信早いね。そう、今日は帰ってきて
来るのが早かった。あとちょっとこの後やらなきゃいけないことがある。コメントはしてないけど見てるよ。え、見て、え、してよしてよしてよ、今してるやん。ショールームコメントあると嬉しいから、変なコメントじゃなければね。あるあるなの？もしかしてアイドル？もしかしてアイドル？でもツイッターはなるべく早くしてくれた人から返してるから、今帰ってきてる人はあの超早かった人だと思う。でも嬉しい、おめでとうって言ってくれて。もちろん投票してくれた人も嬉しいし、なんか投票しなかったけどおめでとうって言ってくれてもまあ嬉しいまあまあとか言って嬉しい。それをきっかけに興味持ってくれたっていうことだから。フォロワー増え、フォロワーね、あのね、大富豪のイベント立候補した時に超増えた。だからそれだけでも立候補してよかったなと思った。ティーンズユニットの発表されてからはそんな3人ぐらいインスタのあれコメント返、コメント返しはね1回全員して、それ以降だった人はまだしてない。全員した。シャイですがコメントしないといけないですか？今してるじゃん今してるから大丈夫だよ。嬉しい、みんなインスタはもう終わったよ。質問返し、すみません、コメント返し。そう、でもおめでとうって思ってくれてるなら嬉しい。みんな水着が見たいんだよ。それは私に言われて何度も言うんだけど、それを私に言われても私ができる、私が勝手にできることじゃないから、やっぱりさ何度も言うけど雑誌のアンケートに書いてくださいっていうのと、あとねフォロワーと、あとリツイートの数といいねの数も大事だし、だからそれをね、メンバーにいてもメンバーは多分困るだけだと思うよグラビア載せるとフォロワー伸びるらしい。グラビアやったことないもん、写真がない。おめでとう、そうおめでとうってメンバーからね、昨日おめでとうって、ね、いっぱい送られてきたんですよ。それが嬉しかった。最近の嬉しかった話、今日もおめでとうって言ってくれた。メールには書いたけどね。眠、最近本当に眠れなくて困ってますね。今日も2時間とか、ショートスリーパーじゃないです私、だから眠くなる。今も眠い、さっきちょっと寝たけど。
私も最近眠れなくて困ってますね。これどうしたらいいんだろうね。なんか寝たいんだけどさ、布団に入るんだけどさ、寝れないんだよね。寝れなくて朝早いから寝れずに朝迎えて家出るっていう連続。しかもこれからリハが始まるし、ダメだ、もう余計疲れちゃう。小学一周年おめでとう、ありがとう。今日は小学一周年、音楽聴くと私余計寝なくなっちゃうんだけど、寝れる音とかかけるんだけど、なんか寝れないって思うとどんどんなんか寝れないのなぜだとかいろいろ考えちゃって、何も考えないようにしようって考えちゃう。分かってくれる人いるかな。こんばんは、好きです、ありがとう。定型文でもさ、2個目ってことは定型文じゃないじゃん。ありがとう、わかるって、わかる人もいる、よかった。わかる人もいる。今日からおすね、久しぶりに見た今日からおすね今日から3月、あっという間、あっという間に少女は大人びて、ちら見えてるよ。春が来るね。え、立春っていつだっけ。でも今日も普通に寒かった。昨日で通信制限終わった。お、じゃあ大富豪ができるね。こんばんは。で、工場近頃私絶好調、気分は上々。一瞬終わったんだね。刑事はまだまだ先だけど、もうすぐじゃん、あさって、違う、5日だか4日後だ。すごい、刑事は4日後だよ。ガチャ引いたけど愛出なかった。私ね、ソーダさんが2回出た、シークレット2回2回連続ソーダさんのシークレット出た。ナイアング1位になってる、本当に、あの全体で。最近平日の意味を知ったんだよ、意味っていうか読み方、なんかけ、なんて言った、平日って言ってるのかと思ってた。制服の目、腕は振ってあの夢へ、まっすぐ制服で歩こうよ。なやすごい、頑張って頑張ってとか言っちゃった。
すごい、え、なんやすごい。係数って何？朝の通学路チュン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 、コンタクレの厚木も吐息が白くならずに。係数って何？係数？どっち？係数？え、それが本線もそれなの？大富豪やらなきゃ。でも私今自分のとこで十何位とか。本線もそれで、その何、係数？本線も係数それ？格ゲームのポイントさ、どういうこと？ドボンの方が簡単だからってこと？早く終わるからってこと？え、そしたらじゃあナヤン写真集出せるかもしれないってこと？え、すごい！すごいじゃん、それは。それはすごいじゃん。サインもらおう。へえ。ドボンのさ、ドボン一回入れたんだけどさ、なんかやり方が分かんなくてやめちゃった。脱水回してますね。回してません。うのしたことある？ウノと、え、どういうこと？ウノってどういうこと？分からんわ。ドローンは難しかった。なんか難しかったっていうか、なんかやり方が分かんなかった。チャンチャンチャランチャンチャチャチャンチャチャチャンチャ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 。もうすぐあれが始まるね。水戸黄門、水戸黄門。水戸黄門に行きたか、に行きたいな。行けるかな。行きたいな。今日はこの間さ、学んだじゃない、みんなで、みんなでね、水戸黄門学んだんだけど、これをエゴさんに教えてあげた。水戸さん、水戸っていう場所なんですよ。水戸っていう場所で、なんか黄門っていうのはなんか役職名でって教えてあげた。見に行っても分かんないじゃんって言われたから教えてあげました。行けそうでもね、なんかね、唯一行けそうだった日がね、そうだった日がね、ちょっとね、どうだろうっていう感じですね。厳しい。やっぱリハがチュリさんの卒コンとジュリナさんの卒コンと、あとティーンズユニットのも入ったから厳しいな。
こで思ったんです。私はそこで思ったんです。なおさんはいつ覚えるんだろう。超忙しいじゃんって。私が覚えとかなきゃって思ったんです。だってあれもあるんでしょ、ファイナリストライブもあるんでしょ。やばくない？私が全部の立ち位置に印つけて全部の番号覚えて、ここ生でって叫ばなきゃんだよ。リハ中に生です。でも12周年の時に私の立ち位置全部覚えてみたいな言われて、わかりましたって言って覚えようとしたら、あの水野愛理さんに全力で止められて言いました。でもね、絶対大変だから。ぬくもりつたむ。見えない痛みにみんなで怯えないで。どんなめちゃめちゃ忙しいでしょうけど、弱音を漏らさないなおさんかっこいい。そうだよ、なおさんはアイドルだから。私はなおさんにいろんなことを教えてもらいました。どんな涙もそろそろブログ上がったかな。今日のブログって言うほど毎日書いてないけど、ブログはね、私はね個人的に毎日書くとなんか内容が上がってます、薄くなっちゃうから毎日書かないことにしたんです。写真がね、写真をね最大5個5枚あげれるんだけど、5枚あげました今回は。しかもなんと K2 のメンバーとの全員とのツーショットが見れますのでね、ぜひにご覧ください。マリーさんの生誕祭手紙何通でしたか？写真大きくなったんだ。実質何枚だよ、確かに加工して載せたから。アメブロは書いてないです、私。いつなんだとか言っちゃった。いや、なんかワンチャン去年の分と2つあるかなって思ったから
去年手紙初年度なんて1年目は親からの手紙だったんだけど、2年目からは多分違うから誰だろうなって楽しみにしてたんだけど、去年は生誕祭がなくなっちゃったから、まあ、本来もらえるはずの手紙はね1通分なくなっちゃったけど、楽しみ。誰が決めるんだろうね、誰が決めるの、生誕委員の人。いやでも私の生誕委員の人はどう行くかな、なんかもうストレートに行くか、変化球できたら泣いちゃう、変化球できたら泣いちゃう、誰でも全然誰でも嬉しいけど、変化球できたら私は絶対に泣いてしまうだろう。でもさ、菅原さんとかさ手紙書くの前日にしたって言ってたからさ、そういうのどうなってるんだろう最近。なんか今までだったら握手会で頼むとか多分あったんだろうけど、今ってどうなってるんだろうね。8時までショールームします。15分、あと15分。こんばんは。変化球で弟とか来たら泣いちゃうんじゃない？いや大激怒する普通に。SK やめる。私のファンの方はそんなことしないと信じてるからね、こういうこと言うんですけどね。今日なんかあんまり普段見ない方がいっぱい、来てくれて嬉しい。やっぱ時間が違うとね、見てくれる層も違うんだよね、きっと。大激怒、スピーチしないで帰る。そんなことがあったらスピーチしないで帰ります。もっと空気よりも軽くなきゃ浮かばん、同期かな。でも8月ってさ、もうどうなってるか分かんないもんね。もしかしたら16人に戻ってるかもしれないし。誰か今は仲良くない、別に仲良くない人と超仲良くなってるかもしれないし、まだどうなってるか分かんないもんね。生誕祭K2 は多分まだまだ始まんないと思うけど、空は目が痛いくらい、観客人数増えるね。ね、110人、だいぶ増えるよね。半分、2倍以上でしょ。でもさ、最近だと40何人で見慣れちゃってるから、見慣れちゃってるからね、どんな感じなんだろう、楽しみ。客数増やしてほしいな。増えますよ。
私が次出る公演の時はもう増えてる。今帰宅しました。小学1周年おめでとうございます。ありがとうございます。こんばんは。チーム替えとかしてるかな。そんな演技でもないこと言わないでよ。私の感動的なとか言っちゃった。私のブログ読んでないの今日の。そんな演技でもないこと言わないでよ。増えるらしい。私もホームページで知った。なのでいっぱい来てね公演。中学1周年おめでとう。ありがとう。1年も経っちゃったよ。何にもできてないのに。ブログに思いをね綴らせていただいたのでぜひ読んでください。ティーンズユニットのブログも書きたかったんだけど、ちょっとやっぱさ2個一気にやっちゃうと1個目が見れなくなっちゃうから、無料で。だからとりあえず今日は小学の話して、明日か明後日か、まあまとまったら、私文章をまとめるのが苦手なので文章がまとまったら載せようと思います。ユニットもできてないもんね。ユニットやりたい本当に。16人姉妹、十何人、今何人か知らんけど、十何人姉妹も、ああもう本当に楽しい。絶対披露するときチリさんもサキさんもいないじゃん。サキさんはまだわかんないけど、ああ無理、本当に悲しい。ダメだ、悲しい気持ちになっちゃう。楽しい話しなきゃ。楽しい話しよう。今最近嬉しかったこと、最近嬉しかったこと、最近嬉しかったこと、今日嬉しかったこと、なんかあピザ食べたこと、ピザ美味しかった、ピザ美味しかった、ピザ美味しかったよ、ピザ美味しかったよ。コンサートであるかもよ。私が今こんな反応したのに。楽しい話、楽しい話、なんかない、楽しい話。みかん買った、みかん買ったよ。楽しい話、楽しい話。でも昨日も言ったけど、私が嬉しかったのはティーンズユニットおめでとうっていっぱい連絡が来たこと。今日も言ってもらえたり、古畑さんこっち帰ってきたけどなんか言ってた。ね、変なスタンプ増えてた。なおさん、なおさんはさ、ティーンズユニットの存在なんて知らないと思ってたわけですよ。私は今日、昨日発表があることなんて知らないと思ってたんですよ。それなのになんか普通に LINE はしてて、 LINE してたら急におめでとう、なんて来た、おめでとうってなんとかなんとかなんとか、来て泣いた。今忙しいし、忙しい、超忙しい時期だし、大変だし、だってツイッターも SK の公式もフォローしてないから、どこから情報が入ってきたのか分かんないけど。
1回だけティーンズユニットの話したけど覚えてると思わなかった。嬉しかった。エゴさんはなんか私17時32分に発表されたの6位が発表されたのが17時32分だったんだけど、ツイッターとかで調べた、みんなが私が6位だよってツイートしてるやつとかを見たら17時32分が最速だったので、そしたら17時32分にエゴさんから LINE が来てて、だからもう瞬間その瞬間に送ってくれて嬉しかった。だからきっと発表されてる頃には楽屋で私の携帯がピコンピコンって鳴り響いてた。泣いたって。だから今日エゴさんに会ったんだけど、会った瞬間抱きつきました。見てたんだって。でチリさんも見てたんだって。チリさんも連絡くれたんだけど、だからさ、なんか先輩、対象メンバーとかではない先輩も見てくれてるぐらい大きいイベントだったんだなって思いました。 SK の中でティーンズユニットのやつ、昇格1周年おめでとう、ありがとうございます。そう、チュリさんも見てたって。あとあやむらさん連絡くれて嬉しかった。びっくりなあやむらさん。あと4分だ。あと4分。壇上読もうかな、久しぶりに。ティーンズユニットも終わったわけだし。ね、ポケモン GO さ、重くない？ポケモン GO 何回かさ、なんか、流行ってたじゃないですか。SKE 何回か流行ってて、この間流行ってたの。12周年終わりぐらいに流行ってたんだけど、入れてってすごい言われたんだけどさ、重いからさ。ちょっと壇上次変わったら読もう。変わんないか、これ5分だもんね。読みます。13位、オレンジの服着た女の子ショートカットの、ありがとうございます。12位は、横に猫と小判がいる男の子、ありがとうございます。11位はおるーさんのアバターの人、ありがとうございます。10位は、侍みたいなアバターの人、ありがとうございます。9位は、うろうろしてる耳が生えてる男の子、ありがとうございます。8位はなんだこれ、モフモフの犬みたいなやつの人、ありがとうございます。7位は猫の人、ありがとうございます。6位は、ラスカルの人、ありがとうございます。5位はなんか紫の上から緑の被り物してる人、ありがとうございます。4位はナオさんのアバターの人、ありがとうございます。3位はニコちゃんマークの目が星の人、ありがとうございます。2位はうさぴょんって書いてある人、ありがとうございます。1位は、古川愛理さんのアバターの人です、ありがとうございます。久しぶりに壇上読んだひひひひ、今日は収穫1周年、
あとで今日はツイッターを載せるので、ぜひ皆さんいいねとリツイートよろしくお願いします。またフォローもよろしくお願いします。あと大富豪もこれ終わったらやるので、皆さんも一緒に、良ければ苦じゃなければやりましょう。1周年おめでとう、ありがとう。今日から3月もよろしくね。あ、SKE メールを取り始めるには一番ちょうどいい日だよ。それでは、一番ちょうどいい日だよ。月末じゃない、年始じゃなくて、なんていうのこういうの、月末じゃなの反対、年始みたいなやつ、月初違う。合ってた、月初です。今日は月初なので、メールをね取り始めるにはね、いいちょうどいい日なのでね、ぜひよろしくお願いします。ね、返信も待ってますって受けてる方、それでは早いですがおやすみなさい。平均見てね、あ、終わった。